ラストラビディンスは、プレイステーション VR、HTC VIV、オクルスクエスト、Windows Mixed Reality h ッ a d などに対応した VR 脱出アドベンチャーゲーム。車椅子に拘束された主人公が言葉の通じない少女、カティアと協力して謎を解き、館からの脱出を目指す。本作は2016年に開発され、2019年11月13日に、 発売した。2020年11月26日には発売1周年を記念したパッケージ版とサウンドトラックやストーリーブックなどを付与したコレクターズエディションが販売された。本作はアメリカの経済雑誌フォーブスにて2019年に販売された VR ゲームベスト50の一作に選ばれた。また2017年に発足したサイト ザ・ゲーマーの2019年のベスト VR ゲームのうち一作に選ばれた。本作では、プレイヤーは車椅子にくくりつけられた、体の動かせない状態で進められる。謎解きの前の段階で、プレイヤーたちのいる部屋は、明かりのない状態で、レーザーポインターで電気スタンド刺すと、カティアが明かりを灯すところから始まる。謎解きに協力する少女カティアは、言葉が通じないため、 プレイヤーはレーザーポインターと首を振る仕草を通して操作の指示を出す。プレイヤーの手首には鈴がつけられており、それを鳴らすとカティアが寄ってくる。部屋には謎解きが存在し、プレイヤーによる指示が正しければ謎が解けて次の部屋に進める。しかし失敗するとカティアおよびプレイヤーの死に直結する。これは失敗したことをプレイヤーに明示するために、 設定されたものだったが、結果としてゲームそのものが怖くなったと、ディレクター兼プロデューサーの高橋博則は述べている。失敗時の表現、あるいは処刑の内容については、キャラクターが罠にはまる様子を描いたものとなっている。直接的なスプラッター表現こそないものの、キャラクターの致命傷は避けられない。部屋は14つあり、処刑方法は各部屋ごとに異なる。 死亡するとやり直しをスケッチブックを模したメニュー画面から選ぶこととなる。部屋によっては次に入る部屋を複数の中から選択することもあるため、選択肢のある部屋の後でゲームオーバーになった場合、選択肢を変更することもできる。罠の種類はギロチンによる斬首や回転する刃で切り刻まれるものなどスプラッタの要素も含むものもある。 ただし、出血や人体損壊にあたる表現は制作していない。一方で一瞬で命を奪うものに限らず、徐々に死に至らしめる描写も存在する。高橋によると、ジャンプスケアが苦手な自身の意向もあり、驚かせる演出ではなく、段階的に何が起きるかプレイヤーにわかるように演出している。プレイヤーの失敗により、登場人物が死ぬことから、2020年の モーライブでは、ホラーゲームとも称されている。この区分に関して、高橋は、ホラーゲームではないと否定しつつも、ホラーゲームでもいいとの考えを語っている。高橋は、本作の本質は、あくまでカティアとのコミュニケーションにあり、その観点では、過去に高橋が携わった、どこでも一緒と本作は、姉妹作であると述べている。また、本質ではないとしつつも、サムマックス、 ヒット・ザ・ロードやフル・スロットルなど往年のポイントクリックのアドベンチャーゲームの影響を受けたとも述べている。他にはクロックタワーの影響も高橋は認めている。謎解きゲームでは最初に簡単な謎を用意して次にその応用を用意することが多い。しかし本作では部屋ごとに異なる謎解きを体験して欲しいという意図から 部屋ごとに異なる種類の謎解きが用意されている。またプレイヤーがカティアとの謎解きを体験してほしいという狙いからヒントが作中で用意されていない。その代わり謎そのものはそうあたりすればヒントがなくとも解けると高橋は述べている。いくつかの謎を解くと館から脱出できるがシナリオがパラレルワールドとなっているため、 スタート地点に戻され別の部屋の攻略に挑むこととなる。また作中では、カティアと主人公が館にいる理由などはわからないままとなっている。本作は、マルチエンディングを採用しており、全部で8つアルファーのエンディングが存在する。ただし、いずれのエンディングにも、文字や言葉による情報はないため、プレイヤーに物語を想像してほしいと、高橋は述べている。本作は、 ミニ将棋、動物将棋とのコラボレーションとして、作中に動物将棋が採用されている。ただし前日の通りプレイヤーは将棋を指すことができない、ため、レーザーアップポインターで指示を出し、対局するキャラクターが駒を動かす。本作の主題歌、ラストラビリンスは、菊田祐樹が作曲し、ヨーステンが歌唱している。この主題歌は架空の言語で歌われており、発音には、 ヨーステンの母国語であるオランダ語の音の雰囲気を加えられた。人選は架空の言語に日本語にない音が入っているようにするため日本人以外を選ぶこととなり、過去に高橋と面識のあったヨーステンが選ばれた。ヨーステンは創作言語ゆえに歌詞の暗記が課題だったと述べ、高橋は歌詞についてゲームに関連したものではあると述べたものの、内容に関しては非公開としている。 菊田は架空の言語で制作することについて驚いたと振り返っている。このメインテーマは2019年11月29日に配信限定でリリースされた。菊田への依頼は高橋が総会議など菊田の作品のファンだったことによる。2018年9月4日にダイレクトメールで菊田にオファーを出したところ、菊田が関心を持ったため1週間後に打ち合わせすることが決まった。 高橋の菊田への依頼はテーマ曲の制作とボーカルの入るものにすることだけだった。またこの時コンセプトをどこかで見たことがあるがどこでもない世界と説明された。最初の打ち合わせの際に菊田の中で楽曲のイメージが作られその翌週には楽曲のラフのサウンドファイルが送付されたと高橋は振り返っている。このデモンストレーション版はデジタルオーディオワークステーションにて データ入力されており、サウンドトラックに収録されている。もともとはテーマ曲、マキシ,シングル CD として限定版に収録される予定だったが、2020年11月19日にオリジナルサウンドトラックに変更された。あまたの所在する、佐藤ビル。 本作は2008年の企業からモバイルゲームでの開発ノウハウを蓄積してきたあまたがハイエンド商品の制作に取り組む一環で開発された。最初の企画は2015年の秋に建てられ2016年の東京ゲームショーにて初公開された。ハイエンドの制作で高橋が関心を持っていた技術である VR で本作の制作が始まった。高橋は経営面において デベロッパーとして技術面をアピールする機会を作りたいという考えと、クリエイターとして新しいデバイスを用いた表現の制作に挑戦したいという考えを述べている。また VR の制作では2画面分のレンダリングのためにフレームレートを維持できるよう、高度なチューニングが必要なことから技術力の証明になると高橋は考えた。Facebook Reality l s コンテンツエコシステムディレクターのクリス・プルエットは高橋を VR に適性を持つ開発者として声をかけたと2021年のファミ通のインタビューで述べている。参加スタッフはかつてソニーインタラクティブエンタテインメントに所属していた人物が多い。本作は VR 初心者や謎解きを好むプレイヤーに向けて作られた。高橋は ハイエンドな商品を作るだけでなく独自の体験をユーザーに提供したいと考えていた。高橋は自身の好みにプレイヤーがプレイヤーのまま体感し、それにパートナーとなるキャラクターが付随するゲームがあると述べ、その中で仮想のキャラクターとのコミュニケーションを VR モジュールを用いて描くことが最初のコンセプトとして存在した。そのため開発初期では 主人公は電動車椅子で自由に動けることが想定されたが、その分カティアとのコミュニケーションという要素が弱くなることや、自分が動けないことのもどかしさによってカティアとの関係性を強めることができるという観点から移動さえカティアに依存する形になった。また、アニメーションを活用する観点から人型のキャラクターと協力して謎解きを行う形となった。当初は、 カティアが7つ道具を用いてプレイヤーと脱出するゲームだった。ただ、死の要素が加わったことにより現在の形に落ち着いたとされる。もともとは高橋とキャラクターアーティストの田中達馬の2名で制作が進められた。東京ゲームショーで初公開された2016年は VR 元年と呼ばれる VR ゲームが盛り上がりを見せた年でもあった。当時はどういった形で アウトプットするかは決まっておらず、またプレイにはフットペダルを用いるものだった。また2016年当時は VR ゲームの市場が立ち上がるところだったため、操作を単純化して没入へのハードルを下げる意図があった。本作は高橋によると、できることを減らして作られたゲームの中でも、顕著だった。日本の小規模なゲームスタジオで現実に、 存在するようなモデルを制作するには予算や期間が不足していた。そこで本作はアニメーションを担当した福山敦子の手法を活かしたものにすることとなった。その際最初にアニメーションを手で制作してから足りない部分をモーションキャプチャーで補う方法が用いられた。これとカティアとのコミュニケーションによってカティアを生き生きと表現でき、またカティアが死亡した。 際の表現がプレイヤーにとってショッキングなものになったと高橋は述べている。カティアの動作について言葉を用いずに人とコミュニケーションを取る猫をイメージしたと福山は語っている。また福山自身がイコやワンダと虚像に影響を受けたとも述べている。制作は福山がエンジニアとブレインストーミングで出したアイデアを使用書に落とし込みエンジニアチームの実装を受けて アニメーションで最終調整をするという流れを繰り返して進められていた。マヤのブレンドツリーでアニメーションの素材を制作し、キャラクターの移動はユニティのナビメッシュを利用した。最終的にはショートロコモーションを利用したものとなったが、キャラクター動きはそのままで回転と移動をプログラムで制御する形で進められた。モーションキャプチャーでは生きネマオリオンを利用した。 これはもともと HTG ビブを所持していたことと手軽なキャプチャーが取れることに加えキャラクターの移動距離が記録されることが理由に挙げられている。コンピュータグラフィックスでアニメーターがキャラクターを動作させる仕組みとしてはテクニカルアーティストのアレクシス・ブロードヘッドによるとリギングとなっている。その際に各クリエイターが自身が使いやすいカスタマイズができるようにスイッチング機能と シームレスな制作を可能にするため、マッチングツールを制作した。カティアについてはプレイヤーより非力で守るべき存在として描かれており、家庭用 VR 機器の推奨年齢が12歳程度であることを意識して考案された。カティアがプレイヤーの指示によって死の危機に瀕することで、プレイヤーの罪悪感や喪失感といった感情を喚起することや、 もどかしさを感じさせることを目的としている。東京ゲームショーでのプロトタイプを提示するために、キャラクターデザインを社内で決めた際、存在感を出すために、田中が 3D からキャラクターを作っていた。元々のモデルは緑色の髪に白い服だった。これは、日本のゲームタイトルだと一目で判別がつくように、日本のアニメで見られるような風貌にしたと説明されている。 高橋がピンクのブーツを履かせようとしたところ、チーム内で髪とブーツの色の組み合わせが不評だったため、バランスを取るためにリボンをつけるなどの変更を行った。これらの色の組み合わせによって、カティアをアイコンで認識できるようにデザインされた。プロポーションは VR 独自の課題として、モニターと VR で見え方が異なる課題があった。 そのためある程度アニメ的なキャラクターデザインを意識したものの、細すぎることによる違和感をなくすためにモニターとヘッドセットの見え方を確認し、調整を重ねた。また、プレイヤーとのアイコンタクトのタイミングや表情を伺うところ、微笑みなどによって、カティアがプレイヤーに愛着を持ってもらえるように努めたと、高橋は述べている。ファントムについては、館に似合う、 謎の人物をイメージして作られた。また、動物将棋で、ファントムが苛立つ動作などに力が入れられている。ファントムは負傷したような動作をするが、これは、自身の体を使いこなせていないためだと、説明されている。一方で、怖さに力を入れたキャラクターのつもりはなかったと、キャラクターアーティストの君やたばりは説明している。VR の性質上、プレイヤーの主観という制約がある。 そのため、カメラワークとカット割りが使えず、逆に効果音とライティングは有効だった。また、BGM とジャンプスケアは使いどころを考える、必要はあるもののタイミングや誘導によって使えることが分かったと述べている。そこで本作での恐怖演出は、ゲームデザインでの下準備と基地の恐怖演出と逆の演出を利用する二つのアプローチを行った。前者は、 没入感の獲得のためのシンプルな操作性と視点誘導を目的として体を動かせる範囲の制限を付与しこれによって 3D 酔いも発生しづらくなったとしている1500人に VR 機器を被せてもプレイ後の不快感を訴える人がいなかったことを高橋は述べているまた部屋のレイアウトの中で重要なものは正面140度中でも重要なものや演出は 正面100度の中に収めることによって、プレイヤーの視点誘導を行った。後者は、プレイヤーの感情移入を意識したものとなっている。前述の政権から、ジャンプスケアと BGM も利用しない方向となり、死ぬまでのギミックを見せることによって、プレイヤーに緊張感を失わなせず、想像力を刺激するものを意識して制作した。そのため、カティアが、 本当に死亡したかわからない表現となっており、プレイヤーの死も直前でブラックアウトする形をとっている。同じ理由でキャラクターが死亡するギミックのうち、頭部に鋭利なものが刺さるなどの人体損壊があるものは候補から外された。一方で、錯覚を理由にもともとークルスのレーティングが16歳以上推奨の16だったものが、途中から18歳以上推奨の18に、 変更された。体格の大きいファントムが小さなカティアに対して行う仕打ちは制作したブロードヘッドが複雑な思いではあったものの、プレイヤーが恐怖するように尽力したと述べている。福山はカティアを役者として捉えていたため、カティアが悲惨な目に遭うことについて、プレイヤーが悲惨さを感じるように制作したと述べている。 謎解きは全員で考えるとしつつもレベルデザイナーが中心となり、最後は高橋の判断によって使用するか否かが決められた。企画段階では良さそうな罠が実際に作ってみると、思っていたものと違ったり、レベルデザイナーが罠やパズルを中心に考えてしまったため、部屋のレイアウトを考えていないことが多かった。またプレイヤーや、 カティアの死に方については全員でアイデアを出したが自分が体験してみたい死に方という観点でアイデアが出された。罠と謎解きは必ずどちらかから先に作られるわけではなかった。高橋はアイデアのために個人でリアル脱出ゲームに参加したがリアル脱出ゲームでは謎の中に記号を用いることが多いためチームでは参加しなかったと述べている。 アイデアの抽出の中では最初に処理が重くなる透明な水を用いるものが没になり生物を用いたものでも同じ理由で除外されたものがあった。レベルデザイナーである二人から出た案が堅実で採用率が高かったとリードエンバイロメントアーティストの草場道子は後に振り返っている。効果音を制作した花岡拓也によると環境音は 仕掛けの材質や気候などを理解した上で制作された。罠の音の中には、ジュースミキサーや掃除機などの電化製品の音を加工したもの、司会の使用するドリルもあった。また、ゲームとして、人の嫌がる音を作る必要があるため花岡は、音楽家として、せめぎ合いがあったと述べ、また不協和音を作る、よう高橋から要望が上がった。基本的には、 素材集から効果音を使用したが、木馬は花岡の自宅で録音された。本作でプレイヤーをサポートするカティアの動作は、あくまでプレイヤーの操作の邪魔にならない程度のものにする必要があった。そのため、カティアの自発的な行動は隠しパラメータとして、3D のオブジェクトに対する興味度合いを各オブジェクトに設定し、それが規定値を上回ると、 カティアンが行動するようにするものに止めた。2019年1月24日には、開発元のあまたによるプロモーション費用調達を目的としたクラウドファンディングがキックスターターにて行われた。このクラウドファンディングは、同年3月15日に最初の目標金額である200万円を達成し、最終的には249万7655円が集められた。 また海外へのプロモーションも目的として実施された。このキャンペーンのバッカーのうち4割は海外からのものだった。本作はもともと2019年の春の発売を予定していたが、品質向上のため2019年3月13日に2019年の夏に発売予定を変更した。その後、2019年6月20日に2019年秋の発売に延期が発表された。 また本作は2019年11月3日に開催されたプレイステーション祭り札幌2019にて私有の対象とされた。メディアモーライブの調査によると2019年11月第2週の SteamVR ゲームアプリセールスランキングで1位を獲得した。2019年12月1日には東京都内でファンミーティングが開催された。 2020年11月26日にプレイステーション4パッケージ版の発売が決定したことにより、同年9月4日から30日にかけて、パッケージ版の通常版及び限定版を1点ずつ、ンプ、オリジナルポスターのンプが行われた。海外版のコレクターズエディションでは、メイキング映像やアートブックなど、日本版とは異なる付録が付与された。2020年6月には、 キックスターターのリワードとして Q&A 配信が行われた。2020年9月1日から10月31日にかけて VR 機器のレンタル、中古品販売、買取サービスを手掛けるアストネスはあまたと提携した。コラボキャンペーンとしてアストネスで VR 機器をレンタルすると本作特別仕様のゴーグルが借りられるキャンペーンを行った。 2020年11月29日、あまたはデジゲイ博2020で本作を出展した。また公式オンラインストアでアクリルキーホルダーや T シャツなどの販売を開始した。国内へのプロモーションはバップの出資により制作委員会を立ち上げることで行われた。本作は販売戦略として熱心なファンを作ることに力を入れたと2020年9月3日に オンラインで開催されたゲーム開発者向けカンファレンス、コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2022って説明された。本作は宣伝に避ける費用が限られていたことから、プレスリリースの送付やライターに本作を体験してもらうことに力を入れた。またイベントでのアワードの獲得を目指したことや、イベント出展で自動的にノミネートしたことになり、 後に受賞を知ることになったとも語っている。こうして獲得したアワードを公式サイトやチラシなどに掲載し、ゲームの品質をプレイヤーにアピールすることができた。また出展するイベントは規模を問わず、最小のコストで出展する方法を選んだ。この結果、本作の体験者数は1500名を超えた。他にも、アンバサダープログラムと称し、バーチャル YouTuber を中心に、 実況プレイを行うプレイヤーによる情報の普及に努めた。また高橋は2019年1月14日から2月6日まで応募者を募り当選者にポケットマネーからプレイステーション VR を購入、配布した。海外向けのプロモーションはもともと外部企業への委託を予定していたが最終的にはアマタで全て実施することとなった。海外向けプロモーションは オンライン上でできるものを中心に実施した。プロモーションとリリースはあらかじめ、日本語版と英語版を作ったほか、すべてのプレスキットを集約したページを制作することで、効率化を図った。また個別にプレスリリースを送付することもあったものの、基本的には、ガンマスートラリソースセンターというリリース配信用のサイトに登録して取り上げられるのを待つ方法をとった。また、 海外のゲーム実況者に向けてキーメーラーというゲーム実況者を検索してキーを送付できるツールを利用した。またゲーム内の翻訳はキャラクターのセリフを架空の言語としてしまうことでローカライズを省いた。リリース半年前から3ヶ月前はローカライズプラットフォームへの登録書類準備と登録、レーティング審査の3つを実施した。二ヶ月前からはマスターの準備とその提出、 並びに、ストア側の QA が必要となった。発売時の価格は、日本円では3980円から4350円で、ストアごとに異なり、日本国外では40ドルとなっている。2020年8月5日には2980円から3278円と、価格が下げられた。少女を連れて脱出するというコンセプトから、本作は、 意ことの類似性に触れて説明されることもある。プレイしたライターの死ゆは、際に遊んだ、際の実感としては異なるものだったと評し、ミストとの類似性を感じたと述べている。高橋は、日本国外で、イコミ未ツ層と評されていたことに触れている。本作は失敗の過程でプレイヤーのみならずカティアが死んでしまうことから、気軽なトライアルエラーが難しいと死ゆは、評している。 ライターのシェループは本作を昨今珍しいゲームでのミスをプレイヤーに重く感じさせる作品と評している。またカティアと自身の命がかかっているため、プレイヤーが謎解きに尽力せざるを得ないとの考えを述べている。ピットはカティアのためにパズルを解こうとする点は他の作品にはなかった特徴だと述べている。一方で高橋は日本市場で高橋が思っていたよりもプレイヤーが カティアに対して感情移入してしまい、最初の1、2面以降プレーができなかった層がいたことに触れている。その一方で、カティアがあまりに死ぬ回数が多くなることから、プレイヤーがカティアの死に慣れてしまうことを、ライターのガブリエル・モスは指摘している。パノラプロ代表取締役の広田ミノルは、本作のレビューにてネットへの投稿を想定するならば、 カティアの死に対する他のキャラクターの反応が気になるとして、第三者視点があればよかったと評している。本作は、イコや、ワンダと巨像の制作者が関わっていたため、同タイトルを挙げたレビューがいくつか存在する。ライターのドック・ニールは、過去作品のファンであるため本作への酷評が楽しいものではないとしつつも、クエストでの最悪の体験で、VR の使い方を間違っていると述べている。 ライターのマーク・スタイナーは、イコや、ワンダと巨像と比較すると本作は、ひどい作品だと述べ、本当に、前述のクリエイターが関わっているとは思えないと、述べている。ライターのアントネット・キルトベロは、イコや、ワンダと巨像の制作に携わった、上田文との過去の同僚が携わった作品として、関心を持ち、上田が制作した、人食いの大足取り子ほどの完成度はないものの、 複雑なパズルによって全体的に楽しめる作品と評している。その一方で本作は既存のゲームの断片的な要素を持っているもののピンポイントで特定のゲームに近いと表現できないとアストネスの店長は述べている。ハード面での利点として酔いにくいことや座ったまま遊べることが挙げられている。一方でライターの間ぶ博ひろは ガティアとのやり取りで首を振る必要があるため、首への負担を調整する方法が欲しいと述べている。またマブチは、ビベコントローラーの場合は振動のオンオフが選択できるようにして欲しいとも述べている。ライターのカイル・デュラントは、レーザーポインターの誤作動が煩わしかったと述べている。ライターのロブ・ピットは、デュアルショック操作時の動作が、移動かボタンのみで、簡単だったと述べている。 ライターのバルトス・キッツンスキーは、本作は、プレイステーションムーブを2本使用することもできるが、不要と評している。ゲームのルールに関して、本作はあまりに説明が足りないとスタイナーは、指摘している。マブチは、パズルの難易度が途中から急に上がるため、一度攻略に、詰まると停滞しやすいと述べた。シェループは、動物将棋が、シナリオの重要な箇所で存在し、 ルール説明もないため、できないプレイヤーへの救済措置がないと指摘している。ベッドは動物将棋でルールを知らない、日本国外の人間には相当の失敗を要したと述べている。ライターのジェイソン・フリックは本作で最も手こずった箇所に動物将棋のルールの理解を挙げている。キッズンスキーは問題によっては等式を書く必要があったと述べている。 ライターのアザリオ・ロッペスはゲームが進み難易度が上がるに、つれ、不安感がフラストレーションに変わっていったと述べている。プレイヤーは逐一、カティアによる動作の補助が必要なため、ゲームのテンポが悪くなることがニールに指摘されている。ニールによると、このジレッタさは、カティアの動作が遅くて不自然なことや、彼女の経路探索が洗練されていないことも影響している。 本作は、ムービーのスキップ機能が付与されているが、ニールやピットはないものと認識しており、ピットは待たされるのにイライラしたと述べている。高橋は、この点について VR は3次元で連続した、出来事を見せることが一つの特徴でもあるため、スキップすると強ざめとなってしまうことや、プレイヤーを飽きさせないような工夫が必要だと述べている。また周回プレイを前提としているため、 回答が分かっている謎解きを複数回行わなくてはならないことがファミツーで言及されている。物語の構造上、複雑な手順を踏む必要のある仕掛けほど繰り返さなくてはならないのはやりすぎだとシェループは指摘している。またシナリオ上カティアが必ずひどい目に遭う箇所が存在し、完全な攻略を目指すにはその箇所を周回する必要がある点についても言及している。 ロペスは、カティアが謎解きそのものを助けてくれるわけではないと、言及している。本作は VR であるにもかかわらず、メニューや表現に、プレイステーション2の名残があるとニールは述べ、スタイナーは、色味や、カティアの看板な動作に、PS2 らしさを感じたとしている。ベッドは暗くて不思議な雰囲気の部屋は脱出する。部屋として、ゲームに合っており、プレイヤーに緊張感を与えると評している。 高橋は、アメリカのプレイステーションの YouTube チャンネルで、トレーラーが出された際に、PS2 時代のホラーゲームとの類似性を指摘する、コメントがあったことに触れ、自身がその世代のクリエイターであることを認識しつつも、複雑な心境だと述べている。グラフィックに関してニールは、質が低い、スタイナーは、平均以下と評している。ライターのジョン・シュープは2000年代のゲームと変わらない。 レベルとして失望感を示している。ライターのトット・エグレステンは VR ゲームでもグラフィックが追いついてきていることとアニメ調のデザインがカティアの話し方などがマンネリズムとマッチしていると述べている。ベロやピットは最低限以外の音楽を配したことが作品にマッチしていたと述べている。スタイナーはサウンドデザインや声、音楽を評価しているがそれらは 長時間のプレイで疲弊してしまうゆえに、カティアの生き生きとした動作と同様に印象に残らないと述べている。フリックは暗くて集中できる環境での音響を評価している。キッズンスキーはアニメーションが滑らかで自然だと評している。フリックは雰囲気の他キャラクターの作り込みを評価しており、特に複数の言語を扱える様子点の演技がカティアの話す。 架空の言語を作り上げていると述べている。ニールはカティアのキャラクターデザインを際立ったデザインではないと表している。カティアの話す言語についてシュープは初めに日本語のように感じたと述べており、スタイナーはカティアは漠然と日本語のような言語を話していると述べている。値段については複数のレビューで高額すぎると評されている。高橋は日本国外の評価では アメリカよりヨーロッパの方が反響が大きかったともしている。2020年12月時点で VR による政策は続けるものの続編については考えていないと高橋は語っている。ありがとうございます。